総理の間にあった。Monsieur le Conseil g é n ル・ r a l merci pour votre p a 講演に先立ちまして少し今回のテーマについてお話しいたしますえ。今回の国際研究集会は、異文化間教育をめぐって、言語と文化の教育学と教授法をテーマとして取り上げます。イブンカカンを巡っては、これまでにも多くの研究があ行われてまいりましたが、 その理解は国によって異なり、また時代の変化も無視することができません。さらに日本語においては翻訳の問題も無視することはできません。そこでまず簡略にこの問題系の概要をたどり問題、課題の所在を明らかにしたいと思います。えーとえー、異文化観をめぐる議論というものは、1960年代にアメリカが国内の移民や少数民族といった 従来のこれまでのアメリカ人とは異なる文化や価値観を持った人々さらには平和部隊の国外派遣に伴い国内外で異文化を持つ人々とのアメリカ人が摩擦やあるいは衝突を起こす中で発生した考え方ですそこでは異文化とのコミュニケーションをいかに円滑に行うのかといったことが重要な課題として捉えられていました しかし,しかしながらアメリカは英語で統合されているという前提からこの異文化の問題については言語は問題とならずまた移民のアメリカ化といったいわば同化主義的な傾向も認められましたこのようなアメリカ社会の影響を受け日本では1970年代から異文,化コミュニケ異文化コミュニケーション研究が立ち上がります。 これはほぼアメリカの研究を追随するものであって日本人対外国人といったいわば文化本質主義的な対立軸に基づいて異文化コミュニケーションが論じられていったと思います。でその後日本社会の中での異文化間教育がいわば文脈化されていくのはそれは2000年以降のことに過ぎません。ですからこの十数年の間にようやく異文化間、 教育というものの日本への文脈化が進められてきたわけです一方ヨーロッパで異文化感性が課題となってくるのは1970年代後半からですここでは一つフランスの事例をご紹介したいと思いますフランスは共和主義の構築装置としての学校を通じた同化主義というものが 伝統的に今機能しており、でその中ではフランス人とま非フランス人あるいは移民と区別しないという平等に扱うという教育が行われてまいりました。しかし、ながら移民の増加に伴ってフランス語による社会統合がうまく機能しなくなって、そして異文化に直面、学校の中での異文化に直面せざるを得なくなったわけです。 でいかにしてこう移民の子どもたちの文化の多様性を平等主義、共和主義の考えるま平等主義のもとでどのように進めること認めることができるか、これはフランス共和国が多文化主義を国家を分断に導く共同体主義、コミュニタリズムと考えていることと深い関係があります。 70年代後半から浮かび上がった移民の子どもの統合をめぐる課題は、現在もすべてが解決したわけではありません。むしろ移民とのこう共生を目指す社会政策は、フランスだけではなく、ヨーロッパ全体にも広がり、えー、その中で、欧州連合は2007年に、7年を異文化間対話年と定め、またもう一つの国際機関、ヨーロッパの国際機関である欧州評議会も、その翌年に異文化間対話白書を刊行して、 移民の子どもへの統合に始まる異文化完成というものは、社会全体のいわば構成原理へと発展していったわけです。しかし、この異文化完成をめぐる議論の多様性というものは、単にこの概念が生み出された社会的文脈の多様性だけを反映するものではありません。ここでは概念そのものが多様性を内包しています。 とりわけ、それは日本語に翻訳した場合に非常に大きな問題となります。でこれはあのフランス語に翻訳するのは非常に難しい問題ですけれども、そもそも異文化というのはクロスカルチャーなのか、それともインターカルチャーなのか、異文化間コミュニケーションというのが問題なのか、それとも異文化間コミュニケーションが問題なのか。まあ、訳語の問題で言えば、インターカルチャーコンピデンスとは異文化理解能力なのか、異文化能力なのか、 さらには異文化感能力なのかここではおそらく日本語の翻訳の問題だけではないような課題つまりインター,カルチュルインターといった相互性をどのように捉えるのかといった教育学上の問題があるかと思います今回の国際研究集会は日本、韓国、モンゴル、オーストラリア、フランス、イギリス 南アフリカからの報告を結集し、この異文化感性がどれほど複層的な需要を示しているかを明らかにすると思います。もとより、この異文化感性の抱えるすべての課題に応えることはできませんけれども、この2日間というものが、この異文化感性をめぐる再認識に開かれたものであれば幸いだと思います。それでは私の方からの挨拶は以上に持って 次に公園の方に打って。